じゃあ、間もなく撮影始めます。はい、お願いします。ちょっとここでテンション一発上げるために、僕は一発。はい、あ、そういえばなんか面白いことするって言ってましたよね。思い出しましたよ、ついに。思い出しました。じゃあ、ちょっと時間もないんで、はい、手っ取り早く、倖田來未のキューティーハニーを歌います。はい、この頃流行りのフラッシュ男で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。反応する反応もういいんですよ、ね、これってさ動かしてるんですけど、うん、そこはちょっと、いろいろ何パターンかフレーズとか考えながらこだわってやったポイントなんで、うん、個人的にはそこを押したいですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、そしたら今度続けていかせてください。はい、PV 撮影エピソード、はい、これ PV 撮影の時にどこで撮られた、まあ、ちょっとその撮った場所とかヘリポートの下ヘリポートでしたね。寒かったとか。いや、でもなかったですね。でもなかった。なんかあるか、なんか結構5月5日これは真っ最中真っ最中うん5月5日の下の締めうん、はいはい、ではですね、何やりましょうね次なんですけど、ポーチなんですけど、何これ、どういうラブポーチなんですよ。セクシーポーチなチェリーボムバッグ初めて見える、ね、チェリーボムバッグです。バッグじゃなくて俺のデザインしたチェリーボムバッグ。俺のデザインしたチェリーボムバッグだ。チェリーやっちゃって、やっちゃって。バレネック気にならないです。はい、種だ。逮捕。じゃあ松井、はい、読みます。